ヤンコハノフスキはルネサンス時代のポーランドの詩人、王室秘書官、摂中主義哲学の代表的な人物でもある。コルビンの紋章を持つ、シュラフタ階級のコーハノフスキケノデで、サンドミエシュの地方裁判官ピオトルをお父に、オドロボンシュケアンナビアワチョフスカを母に持つ。弟、ミコワイもルネサンス詩人の一人であり、自定のアンジェイはベルギリウスの アエネイスをポーランド語に翻訳したことで知られる。バロック期には、老いのピョトルも翻訳の仕事に従事した。ヤンの正確な生年月日は不明である。ズボレンにある、この詩人の母日に、1584年8月22日に54歳で、没とあるため、おそらくは1530年に生まれたものとされている。しかしながら1612年に出た彼の伝記では、 ギリシャ施設の辞去の作者は1532年に、室名で生まれたとしている。ついで、スタニスワフ・ニエゴシェフスキの1584年の作品、ピョトル・ミスコフスキのために、ヤン・コハノフスキのエピグラムでは、コハノフスキが42歳で没したと公表している。20世紀のポーランド文学史学者ヤヌ・シュペルツが2001年に、刊行した、コハノフスキ、ポーランド文学における、 ルネサンスの頂点によればこれらの中で最も確実なのは1530年であるという。ヤンの父は、ピョトルコハノフスキは、そこそこ裕福な地主であり、ラドムの初代出立理を務め、後にサンドミエシュの地方裁判官となった。詩人の母アンナ・ビャワチョフスカは、ルネサンスの人文学者、ウカシュグルニツキのポーランドの区内館の中で、 落ち着きはあるが、花肌身持ちの良くない女性として描かれている。兄弟には、カスペル、ピョトル、ミコアイ、アンジェヤクプ、スタニスワフ、そして姉妹には、カタジナ、エルジュビエタ、アンナ、ヤドビガがおり、腹違いの兄弟、ドルズヤンナとスタニスワフがいた。父ピョトルは1547年に没している。両親の家で、高い知性の水準が支配していたことはただに、 ヤン・コハノフスキのみならずミコアやアンジェイといった弟たちまでもが文学に興味を示したという事実に影響したことは確実である。この点でコハノフスキ家は近隣のシュラフタ階級と背景をことにしていた。お気に入りのシナの木の下のヤン・コハノフスキ。19世紀の図版よりヤン・マテイコがウルスラの意外に接するコハノフスキヤンの初等教育に関する情報は残存していない。 このテーマについての最初の言及がなされるのは1544年である。彼の生命がヤギエウオ大学の新入生名簿に署名されている。研究者が推測するに遅くとも1547年には学芸学部を学位を得ることなしに離れている。学業を辞めようと決心したことには2つの原因が考えられる。 一つは伝染病の蔓延による1547年6月12日の抗議延期。そしてもう一つは、父親の健康状態にまつわる悪い知らせによるものである。1547年から1550年の間、どこかドイツの大学で学んでいたか、大貴族の邸宅の一つに身を寄せていたようである。1551年から1552年にかけて、 ケーニヒスベルクのアルベルトゥス大学で学んだ。小セネカの悲劇集の半本に二箇所の書き込みがあったことが、将来詩人となるコハノフスキがここにいたことの唯一の証拠である。彼の最初の手書きは、作品の初めに位置し、初の詩人としての試作であり、友人、スタニスワフグジェプスキーへの検定の役割を果たしている。コハノフスキはイニシャル、I.K. と署名し、送り先には、 死のもと2552年4月9日と記している。2箇所目の書き込みは、悲劇集の半本の最後の札にあり、その書き込みの略語の暗号を解くのは容易ではないが、おそらく、コハノフスキとグジェプスキの間で了解を得られる、不調であろう。半本は、ワルシャワの国民図書館にある。ラテン語での記念の検定文は、友人との別れの言葉とイタリアへの旅行の予告であった。 1552年、将来の詩人はパドバにたどり着いた。最初の頃はパドバ大学の学芸学部でそれは1555年まで続いた。その頃コハノフスキは学業を中断し、ヤンクシュトフタルノフスキと友人ミコアイミエレツキを伴ってローマとナポリ旅行に出かけ、ついでポーランドに帰還した。この学業の中断の理由としてはコハノフスキに 財政的な問題が生じ、メセナを探し求める必要が生じたことがある。1555年から1556年にかけて、再びケーニフィスベルクで、プロイセン公、アルブレヒト・ホエンツオレルンの屋敷に滞在した。アルブレヒトは、ヤギエウオケの系統の人間であり、母が、ポーランドのジグムンと一世の娘であった縁もあり、ポーランドの詩人のメセナであったようである。 また彼自身も自ら総長として率いていた、ドイツ騎士団を解散しルター派に回収た上で1525年に、おじのジグムーンと一世に侵入、プロイセン公国は、宗教的に寛容であったポーランド王国の進化でも、あった。保守的な屋敷の会計係の態度のせいで1555年には、コハノフスキに報酬が支払われることはなかったが、1556年には、 すでに五十九十美円を受け取っていた。被護者へ当てた詩人の手紙もまた残っている。その中でも1556年4月6日付の手紙では、アルブレヒトに眼病の進行を理由にイタリアに旅立ち、そこで大学に戻りたいと願っていると涙ながらに打ち明けている。プロイ選考は4月15日付の返信で、これに同意し、詩人に選別として、 さらに50グジュビエムを食った。旅行費用の追加援助を得るために、コハノフスキは、ケイニヒスベルクから実家に赴いた。1556年7月16日、イタリア旅行から、すでに帰還した、彼は、ラドム軍で、東園の巫女愛コハノフスキから、両親の土地を担保に合計70ポーランドフローレンを借りたことを宣言している。続く1557年3月11日には、 弟のピョトルからの100ハンガリールカーテンの借用証書を裁判所に提出している。イタリア旅行へはピョトル・クーチョフスキと同伴で出かけた。詩人はおそらくパドバ近郊にあるアーバノテルメを訪れていたとみられる。イタリア滞在は1557年2月まで続いた。コハノフスキは母の死の知らせを受けて実家の方へ戻った。 詩人の最後のイタリア旅行は1558年の冬のことであった。この年の終わり頃にフランスへ出発した。この国へ旅行したという唯一の残存した証拠は詩人の手紙の形式で書かれたエレジーである。読者はおそらくこれによって詩人がマルセイユとパリにいたこと、この国の南西部にあるアキテーヌを訪れたことを知ることができる。またロワール川、ローヌ川、 セーヌ川も見ている。コハノフスキのフランス旅行をガイドしたのはおそらく、フラマンの人文主義者、カレル・テンホーフェであった。1559年5月をもって、ポーランドに戻り、永住した。ヤギエウオ大学のコレギウムノブムにある。 ステンドグラスに描かれたコハノフスキ1571年のコハノフスキの自筆メモコハノフスキの生涯において1559年から1563年にかけては不明瞭なところが多い。所蔵されている法的文書に基づいて突き止めることができるのは1559年7月11日に詩人の両親の遺産が兄弟との間で分割されたということである。 ヤンコハノフスキが受け継いだのは、チャルノラスの半分、ルダ、製粉所、いわゆるグロツカ川沿いの宝行池及びその他の、フスキ。チャルノラスのもう半分はおじにあたるフィリップが受け取った。一方、兄弟たちは、ポーランド通貨で400フローレンモの保証金を主人に支払わせた。1560年3月25日、フィリップとヤンの間に協定が交わされ、相続した。 所有地を合計400フローレンで県族に、賃貸しすることとなった。受け取った金銭で兄弟への負債を支弁した。1562年12月12日には、おじとぎりの息子の間に、いさかいが起こり、ピョトルクフにある議会の王立裁判所に持ち込まれている。国では屋敷、とりわけタルノフスキ、テンチンスキ、ヤンフィルレー、クラクフ司教、フィリップパドニエフスキらの館に滞在していた。 大臣ピョトル・ミシコフスキの支援のおかげで、アウグスト・ジグムント2世の屋敷に行き着いたのは1564年頃で、そこでは王室秘書と称せられていた。ミシコフスキのおかげで、また教会の受給聖職、すなわち、キチン教区とズボレンの司祭官を手に入れた。議会が荒れている官護に使え、政略に従事した痕跡が作品に伺える。1567年には、 王のラドシコビツ遠征に随行した1568年のモスクワ遠征の準備にかなりの奉仕をした。1572年までジグムント2世の屋敷に仕えていた。1569年7月12日、オリシモポーランドとリトアニアが連合したルブリン合同の時であったが、プロイ先行アルブレヒト・フリードリヒがジグムント2世に 真珠の制約を行ったというポーランド共和国にとって重要な出来事をコハノフスキは正規あるいはプロシアの誓いで綴っている。ジグムント2世の死後、アンリ3世の支持者となり、1574年のバベル大聖堂での大冠式にも参列した。王の逃亡後、屋敷での生活をやめてしまった。後にステファン・バートリを支持はしたものの、 もはや王の屋敷に、再び戻ることはなかった。選挙議会に参加し、王室書記官、ヤンザモイスキの恩恵を受けた。この頃王によって指導された戦争はいくつかの勝利の、昇華、また、クシシトフラジビューピョルン公の戦績に寄せられた長子、モスクワ旅行士にも関係している。また、タルノフスキ、テンチンスキ、フィルレ ラジビウといった王子主の屋敷との関係も注目に値する。ズボレンの教会にあるコハノフスキ家の墓姫へ。中央にヤンの墓標、左に両親の墓碑がある。1576年、ドロタポ・ドロドフスカと結婚した。プシティク出身で、文章はヤニーナ、サンドミエシュの裁判所書機関の娘で、彼女から6、チャルノラスでは地主暮らしをしていた。 1575年7月、ステンジサのシュラフタの大会に参加し、新君主の選出について討議した。この年の11月、ワルシャワでの選挙議会では、ポーランドの大いに立候補したハプスブルク家のマクシミリアン2世を持ち上げる演説を行った。この時期に、議局、ギリシャ施設の辞去が、そしてそれに次いで、ダビドの詩編の優れた翻訳が生まれている。マナ娘、 ウルスラを失って1579年に書かれたヒカ州によって最も人々の記憶するところとなった。これはこう失った彼の悲しみと絶望の言葉だったのである。1583年にはクシシトフラジビューピョルーに検定されたモスクワ旅行誌が書かれ、ステファン・バートリによるポーランド・ロシア戦争時におけるロシア新聞への彼の大胆な遠征を記述している。 ヤン・コハノフスキは1584年、ルブリンで、心臓発作のため亡くなった。そこで、規定役場ポドロドフスキの殺害の件についておに、告訴状を提出するところであった。9月20日、おそらく廃跡後すぐに気分が悪くなり、2日後に、亡くなった。ズボレンの十字架小産協会に埋葬された。17世紀初めに、詩人の家族がコハノフスキの胸像と共に墓碑を据えた。 詩人の突然の死を契機として彼を称賛するスータの文学作品が出版された。アンジェート・シェチェスキの作品やセバスティアン・ファビアン・クロノビツの十三の日下のサイクル、スタニスワフ・ニエゴシェフスキの子その他体制の人によるものであった。1584年に年代記作者のヨアヒム・ビエルスキがこう書いている。コルビン文章のヤン・コハノフスキは死んだ。 このようなポーランドの詩人は、ポーランドにもはやおらず、再来することも期待できないと書いている。1791年4月29日、歴史家、タデウシチャツキは、棺から頭蓋を取り出し、その後数年の間、ポリツクに自分の資産として保管していた。1796年11月4日、それをイザベラ・チャルトリスカ公爵夫人に譲渡し、イザベラは当時、 くわびに設立されつつあった美術館の収集品の中に加えた。11月放棄で没落した後、図外はパリへ運ばれ、三類島のランベール邸に保管された。現在では、クラックフのチャルトリスキ美術館にあるが、これは1874年以降に持ち込まれたもので、ある。しかしながら個人類学者によればこれはほぼ間違いなく、女性の図外だというのである。百歩譲って、 男性のものであったとしても、ズボレンにある胸像とはあまりにも顔立ちが違いすぎるという。2010年に考古学的調査とコンピュータによる復元によって証明されたのは、本当にコハノフスキの頭蓋は40歳ほどの女性の頭蓋であり、詩人の妻のものであるかもしれないということであった。1830年にズボレンの教区司祭が霊安書から、 コハノフスキ一家の棺をすべて取り除き、教会建物の近くにある家族用の集団墓地に運んでいる。1983年に霊安所、正確には建物の地下にある修復された霊安所の大理石の石棺に戻されている。1984年4月21日、コハノフスキの追悼記念式が行われた。中世ポーランド語の学者が口を揃えて、 強調しているのは、ヤン・コハノフスキの作品の言葉は、技術的においても、モダンさにおいても、そしてまた定められた習字の使用を意識する、点においても、16世紀の他の作家たちに立ちまさっているということである。例えば、ミコワイ例の言葉と比べて、新時代的であり、コハノフスキの多くの詩、商品、ヒカが今日でも大して苦労もなく、読まれていることからもわかる。 なぜなら古い文法が欠けていて、総数形の仕様は控えめにしており、辞書にあるような古風な表現もさほど多くない。ヤンコハノフスキは文体を種類やテーマによって異ならせている。し非化においては高尚なスタイルであるが、その一方で商品ではわかりやすいスタイルを試行している。言語研究者がまた強調するのは、 コハノフスキの言語と文体は、ポーランドの文語の発展に大いに影響を与えたことである。18世紀末に至るまでの後の作家が彼を模範としている。18世紀終わりに出さえ、イグナチ・クラシツキが、死、ポドストリ氏の中で、自分の書斎をコハノフスキの作品が占めていることが自慢だと書いている。アダム・ナルシャビツは、コハノフスキからいくつかのモチーフ、主題。 そして恋すらも引き継いでいる。ザクセン選定校時代にはなおざりにされてきたポーランド語が啓蒙時代になって美しく正しくあることが求められた時になってコハノフスキの言葉は変える見られるようになった。アナクレオンへ、ウィカソース、ポーランド語のもの。ありがとうございます。